はい。ということでね、久しぶりにゲームソフトを買いました。とモンスターハンターダブルクロスの、これはニンテンドスイッチバージョンですね。とあと、プレイステーション4のニューみんなのゴルフ。何気にね、ミンゴルはね、あの、知ってたんですけど、自分で買ったの初めてですね。あの、PSP で一回出まし,てましたよね。それは買ったんですけど、このプレイステーション、あの、 プレスリとかのやつは買ったの初めてですね。テレビゲームの方は。ちょっと、ね、やりたいなと思ったんですけど、ゴルフはやったことないんですけど、ゲームはちょっと楽しそうかなと思って。今回ね、ゴルフ以外にもなんかいろんな要素があるらしいので、ちょ,ちょっと楽しみですね。で、こっちらこっちですよ。モンスターハンター。タブルクロスの Nintendo Switch バージョン。 スイ,スイッチになったらねグラ大、大画面とグラフィックが綺麗になって遊べるっていうやつでございますね。うん、内容は変わらないんですけど、スイッチ用で発売したということでございますね。あれですね、3DS と通信もできるし、スイッチ同士で通信して遊ぶこともできるっていう感じでございます。うん、ちょっとね、後半は シリーズ通してやってきたんで、楽しみだな大画面でできるっていうのが。あの、前にもほら、プレスリとかで、サードだっけモンストポータブルサードとか HD とか Wii U とかでも出てましたけど、そういうの買ったことなかったんで、今回初ですね。こういう HD とかのやつは。そう。しかもスイッチだから外でも遊べるし、家でも遊べるから、便利ですね。 ゴルフはちょっとね、個人的に楽しみです。というわけで、この2つのゲームをね、買ってきたんで、久しぶりにね、遊ぼうかな、ゲームにして遊ぼうかなと思いました。うん。皆さんも、もしよかったらな何買ったか、コメントお待ちしております、まあ。こんな簡単な感じの紹介だったんですけど、えー、見ていただいてありがとうございました。じゃ